マンション YouTuber のマンションマネでございます。モデルルームの方ですね、見学してちょっと騒ぎすぎましたね。テンションがいろいろと上がりすぎて、はい、いろいろと面白いですね、やっぱモデルルーム見るのは。そうですね、はい、ちょっと盛り上がっちゃいましたちょっともうすでに喉が枯れちゃいましたけど、はい、歌もありましたけどね、はい、で、まあ、現地の方はあの事前に、はい、あの朝実際に行ってみてきた感じですけども、はい、まあ最初やっぱアスリンのプラウドってことで、まあ、自分もどうなんだろうなっていうのは正直思いましたし、はい、まあなんかそれでブランド価値を維持できるのかなって、まあ、正直不安はあったんですけど、はい、まあ、こうモデルルームだけじゃなくて現地見たりで川崎周辺の、他のバス便物件をこう森野さんと一緒にほとんど歩いて見たりした中で、はい、やっぱりあの土地の仕入れはしっかりこう選んでる上でのバス便だなっていうのは感じましたね、うん、なんか駅から遠い土地が安いじゃあここ単純に買おうっていうわけではなくて、まあ、数ある駅繰りがある土地の中でもここだからやったんだろうなっていうのはまあ正直感じました、はい、いろんなバス便歩きましたけど一番良かったですよね。そうですね、バス停までの動線もバスの本数とか含めてもですね、はい、バランスがいいなっていうところで、はい、東芝の直行バスも使えますし、うん、まあ、他の一般の路線バスも十分出てますし、はい、で坪単価でいうとざっくり225万円ぐらいですかね、うん、平均が、はい、とまあまあまあ届きやすい価格で、うん、まあ、プラウドブランドが手にできて、でまあプラウドってでもまあ本当に高価格帯のもあるので、はい、まあ、そこと比べればもちろん劣るところはありますけど、まあ、だからといってものすごい何がコストカットがあるかっていうと決してそうではないですし、はい、価格とのトータルバランスが最終的には重要なの で、さっき模型のシーンでもお伝えした通り、まあ、予算がもっともっと高い方は逆にここを買って、うん、まあ、他のところにお金を回すっていうのも本当にこれはありだなっていう、うん、ここはバス便なんだけどなんか買って後悔するようなバス便じゃないなっていうのは思いますね。そうですね、我々もこうやって今お店出させていただいてやってる中で、はい、まあ、自分たちの相談をなしにして、まあ、当時買った物件の売却以来来るとやっぱり一概に言えないですけど、思ってたより違ったって多いじゃないですか、はい、宿朝で売る方とか特に、うん、それがここは出なさそうだなっていうのが。そうですね、イメージ、生活したらこうなるんだってイメージがしやすい。そうですね、なんか離れた分の価値がありますよね、うん、なんか駅から離れたのにすげえ大通り沿いでなんか車の音うるさかったり、はい、うん、工場が多かったりとか、それちょっとなんか価格だけが勝負になっちゃいますけど、うん、ここは価格だけが勝負じゃない駅と物件っていうのがまあいいなっていうのは、これはやっぱり絶対裏のことは分かんないですけどすごく吟味した上でのあれだと思います。分かんないですけど、でもこれ今までこんなバスベルパウダーで基本的にはなかったわけ で、うん、でこれを買うにしたって別に一人が決断できるわけではないはずなんですよね、それは会社ですから、はい、うん、じゃあこれを買いますってなった時に OK が出た理由が分かるっていう感じですね。読みが深いですね。正直チーズとの願いを見たというかやっちまったから、はい、ああ遠いなと、はい、プラウドブランド、これお花なら分かるんですよ、はい、プラウドブランドでやるってでもそれだけの魅力があるってところで、まあ、こういったバスリンプラウドが出てくるのかどうか分かんないですけど、はい、こうやって吟味してくれるならありだなと思います、うん、なんかもう本当安く売りたいがためにどこでもいいから仕入れちゃうみたいなプラウドのバス便は見たくないな、はい、こう言ったらバス便ならまた見たいなっていうのが正直なところです、はい、そこ225万円って、まあ、最寄りは大きい川崎で、これでプラウドブランドを手にできるっていうのはしかも新築で、はい、これはいいんじゃないですかね、うん、いやなんかちょっと言葉あれですけど思ってたより全然良かった、はい、正直な感想でございます、はいはい、はい、ということで、あのまた撮影の協力いただけて、また次回もですね、どっかちょっと交渉していきたいなと思いますので、はい、ぜひあの皆様のこの動画のいいねボタン、はい、いいねボタン押してください。ぜひですね、でまた再生して周りにも広めていただけるとですね、非常に嬉しいです。そうですね、そうすれば、はい、もしかしたら我々の可能性も少し広がってくるかもしれないですね。広告動画やないので、
ちょっと丸くだけど、うん、まあ、いい、はい、我々が楽しむっていうのは大事ですか。そうですね、はい、はい、なんかこう買う目線で見るとやっぱ面白いですね、あのモデルルームの神回ですね、はい、そうですね、我々ただ見に来てるんじゃなくて、あの買うってなった時にこうだなっていうリアルな、はい、朝3時半に家出て朝のラッシュを見ると大事じゃないですか。大事です、はい、バスにも実際乗って、はい、しかもすごかったですよね。そうですね、しかも並んでる方にリアルなスムレーションスムレーションインタビュー怪しいですけど、ね、でも心よく教えてくれましたもんね、はい、本当ありがたいですね、はい、ということで、はい、マンションマニアの総評でございました、はい、ご視聴ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。